お前、こういうバカをするタイプには見えなかったな。いやまあ刀がいいなとか言ってる時点で、まあよく考えれば共犯者みたいなもんか。すいません。今いろいろ起きてるのは知ってるんだろう。あちこちに警官が配備されてる。ったく、俺が偶然いなきゃ補導歴がついてたとこだ。いや本当、堂島さん本当いつもありがとうございます。本当お仕事頑張ってください。本当に今日もイケメンですね。本当にすいません。ごめんなさい。ボスシェってお店のものじゃなかったっけそれ。でもえ、じゃあいなくなったのってやっぱ天城屋の。ああ、でもまあ高校生だ。ただ家出とかってオチかもしれんが。今の天城屋って、じゃあやっぱり。ん、やっぱり。あ、いや、なんでもないです。こっちは今事件で忙しいっていうか、いろいろとデリケートなんだ。ニュースで知ってるだろう。うん、知ってる。これっきりにしろよ。じゃ、帰ってよし。はい、これっきり、これっきりもうって歌があった気がする。あ、おっと、ごめんね。あたつさん、この前は大丈夫でしたか。この前なんかねえ、リバースしてましたよね。あれ、現場で、もしかして堂島さんとこの。あの、ちょっと聞いてもいいですか。その天城のやつ、あ、つか天城屋の天城由紀子のことですけど、もしかしていなくなったんですか。どうなんだろう。え、ね、言っていいのかな。言っちゃえ言っちゃえ。まあ天城さんと友達なら特別だよ。わあ、よかった、友達でよかった。天城さん、昨日の夕方ぐらいから急に姿が見えなくなったって。マジか。土曜だから旅館の人はみんなキリキリ前で、夕方頃は誰も天城さんを見なかったって。ああ、でもまだ事件って決まったわけじゃないから。ただ失踪した人が霧の日になんてのが続いてるから。めっちゃ話してくれるやん。あ、君たち何か聞いてない？本人が例えば辛そうだったりとか。え、辛そう。辛そう。ほら、一件目の殺人の前、例の山の穴が天城屋に泊まってたぞ。山の穴、接客態度のことでおかみさんにひどい言葉浴びせたみたいなんだよね。で、おかみさんがストレスで倒れちゃって。マジかよ。ほら、天城さん、おかみさんの娘なわけだし。あ、まあ、その、いろいろ思うじゃない。天城さん、家出とかほのめかしたりしてなかった？じゃないと、何か都合悪いことがあって隠れてるとか言ってるやつもいてさ。ああ、なんかこれ言っちゃいけないかも。やば、言っちゃまずかったかな。大丈夫大丈夫。足立、部外者と立ち話してんな。コーヒーまだかよ。やっぱ足立さんだよね。すんません、今行きます。ごめん、今のなし、忘れて。はい、忘れます。なあ、さっきの刑事、まさか天城のことを。あ、いた！あ、ちえちゃん。ちょっと何やってんの？すっごい探したんだから。いや、まあ、ちょっと誤解されてさ、後で話すって。いろいろありすぎたな、日曜日も。それより天城だよ。まだ昼間だぜ。え？もう知ってんの？携帯？何度かけても連絡つかなくて。やっぱりそうか。家行ってみたら、ユキコ本当にいなくなっちゃってて。やっぱ行ってみるしかないな。行きますか。それより警察が妙なこと言ってる。天城が都合悪いことがあって隠れてるとか。天城のお袋さん、山の穴にいびられて倒れたらしい。動機があって、しかも揉めた直後に山の穴死んだから。
それ、ユキコが犯人って流れなわけないじゃん。それはな、違うと思うんだけどな。俺にキレんなよ、分かってるっつの。チックスちゃん、やばい目に遭ってんの天城の方だってのに。二人とも動揺しているようだ。そりゃそうだよ。うん、助けよう。だよね、とにかくそれからだって。警察こんなじゃ、やっぱ俺らが行くしかないだろ。そうだよな、うん。私も行く。え、大丈夫？行くからね、絶対ユキコ助けるんだから。大丈夫かお前。けど、参ったな。丸腰なんだよ。また何か武器になりそうなもん見つけないと。仮にね、3人とも丸腰だとしたら、多分千恵ちゃんが一番強くなると思うんだけど。武器？私知ってるよ。え？何を？とにかく一緒に来て。あ、はい。いや、知ってるって何を、なあ、どういうことなの？ちょっと大丈夫なの？ほら、ここなんかいろいろと大丈夫なの？この店な、何や？一応、工房？金属製のいろんな刀とか売ってんの。おかしいだろ、なんで知ってんだこんな店。そりゃそうだよな。あー、わかった、お前カンフー映画の見すぎで。違うっての、男子が言ってたの、武器とか鎧とか売ってるって。ヌンチャクとかあったら買ってあげたい。ほら、これとか強そうけど、重いかな。なあ、里中、やっぱ危ねって。気持ちはわかるけど。ああ、気持ちやな。そりゃわかるよ、わかるけどさ。わかってない、わかってないよ。ユキコ死んじゃうかもしれないんだよ。私絶対行くから。うわあ、ここで選ぶのか。まあ普通だったらこれだよな。大丈夫だって、運動神経だったら負けないんだから。まあ確かにね、本当にね。仮にヌンチャクなくてもなんか蹴りとかでなんか頑張れそう、ある程度。あのさ、真面目に言ってんだ。向こうのこといろいろ分かんないだろ。忠告聞けないなら来ないで待ってろ。行く気なら体守れる防具とかだけここで用意してくれ。ヨスケも優しいよね。わかったよ。けど、どれ選んだもんかな。なあ、俺の分も見立てしてくれ。そうやって僕の財布を。お前、今んとこ戦力的に切り札だから、お前が戦いやすいのが一番いいと思う。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。なんか逆に受け取っちゃったんだけど。マジで？こっちはもう買ったよ。早っ。そっちは？つか、俺らここで武装しちゃったら、また警察連れてかれるよな。そりゃそうだよ。かといってジュネスの中、こんな物騒なもん下げて歩けないし。制服着ちゃえばよくない？上から。結構わかんないと思うよ。その発想はなかった。しょうがない。それで行こう。まあそれしかないならね。それで行きましょう。じゃあさ、一旦解散して準備しようぜ。おーい。夕方のセール終わんないと店も混んでるし、警察いたら3人一緒じゃ目立つだろ。じゃあ後で。ジュネスのフードコートに集合ね。はい、フードコートね。わかりました。じゃあ陽介からいただいた5000円でちょっと
いろいろとねアートを見に来たんだな。めっちゃ親父さんめっちゃかっこいいんだけど、ダイダラ、わあすごい。ごめんなさい、ちょっとトイレ行ってました。ということで見ていきましょうか、武器から。うん、ゴルフクラブはね、モゾと、めっちゃ強いんだけど、ください。ちょっと悩むけど一旦保留しよう。なんて読むの、終了なったってところかな。わあ、結構高いな、迷うな。とりあえずいろいろ一通り見よう。うわー、めっちゃ欲しい。すげえ、なんか自分だけ固めていきたい感じ。このお金がなー、かわいそうだよね。でもいや、でも主人公やられちゃったらさ、元の子も元も子もないわけだから、俺はこうするよ。お金作って終了なたぐらいは持たせようと思ったんだけど、ごめん、すごくごめん。お金入ったらちょっと整えるからさ。ここまでめっちゃ主人公なんか性格悪いやつみたいになってるけど大丈夫？てか商店街にあるのね、大丈夫なの？ダイダラさん普通にこの通りに堂々とあるんだけど、あの店。ついに始まりました。扉出てる。では、しばし時間を拝借するといたしましょうか。契約者の鍵か。すいません、イゴールおじさん、ちょっと。待ちしておりました。5000円ぐらい貸してください。あなたに訪れる災難、それはすでに人の命をも奪い取りながら迫りつつある。ですが恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。いよいよそのペルソナ使いこなす時が訪れたようですな。ふふふふ、あなたのペルソナ能力はワイルド。ワイルド。それは正しく心を育めばどんな試練とも戦いうる切り札となる力。私どももそのためのお力添えをしてまいります。ああ、はい、ありがとうございます。私の役割、それは新たなペルソナを生み出すこと。新たなペルソナ。お持ちのペルソナカードを複数掛け合わせ、一つの新たな姿へと転生させる、いわばペルソナの合体でございます。はい。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるんです。やっぱり複数持てるんだ。ペルソナって欄がありましたからね、戦うときに。そして敵を倒したとき、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。カードを手に入れられたならぜひともこちらへお持ちください。はい、わかりました。とりあえず敵を倒した時にたまにカード手に入るぜってことでいいんですかね。しかもあなたがコミュニティをお持ちならペルソナはさらに強い力を。プラスアルファでコミュニティみたいな、そんな感じか。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよいです。はい、わかりました。魔術師のコミを持っている。なになになに。ペルソナ税書でございます。でもお高いんでしょ。
これがなんと、お客様がお持ちの、あ、すいません、それをいつでも引き出せる仕組みでございます。そりゃすごいな。ご利用の際は私にお気軽にお申し付けください。はい、なんかお気軽に使っていいのかわからないんですけど、はい、お気軽にあの申し付けます。覚えておいでですかな。以前私は申しました。あー、多分忘れてます。あなたの運命は節目にあり、謎が解かれねば未来は閉ざされるやもしれないとね。はい、思い出しました。言葉の通りでございます。戦いに敗れる以外にも終わりはあり得る。夢夢お忘れになりませんね。はい、わかりました。怖い怖いよ。次にお目にかかりますときはあなたは自らここを訪れる。そうだよね、カードを集めて合体させようぜって時だよね、多分次イゴールおじさんと会うときは。楽しみでございます。そうですな。ではその時までごきげんよう。合体か。ああ動かせる。なんだこれ。ティンカーベルじゃなくてセーブポイントでした。そうだそうだ、ここは違うよ。そのそういう世界じゃないよ。なに。へえ。別にとかあるんだけど、いやすごいすごい。双子って俺見たことないんだよね。うん、同級生に一組いたんだけど、それぐらいで、え、素敵な男発売、むむむ、いい響きだ。ちょっと話しかけない方が良かったかな。特に用はない。どうなんだろう、これから用があるときはあるのかな。わ、とにかく四角ボタンが便利だわ。はい、すごいめたい発言してますけど。あー、夢なら仕方ない。あ、すげえ便利。やめる。ちょっと軽く見よう。うん、軽く見ましょう。てか音楽めっちゃ良かったよね。はい、四六商店。話する。はい、そうですね。はい、都会から来ました。あの、トワイライトタウンからやってきました。傷薬、お得用傷薬セット。へぇー。得、ん?いや、高くない?でも。え、高くない?でも。高い。いや。うん。ドクダミ茶は、まあ、最悪、自ら積みに行けば、自販機ある。あ、これは普通なんだね。いや、これ買わないと効果が見れないので、ちょっと、とりあえず一本ずつ買っておきましょう。うん。ちょっと見てみようか、アイテム。ストロンいいな。 SP10 か。なるほどな。覚えとこう。ストロンいいですね、なかなか。とりあえずもう一個買っといてもいいな。もう一個買っとくか。買っておきましょうか、ストロン。よーし。当たりとかないんですかね。あ、バイトめっちゃしたい。バイトちょっとね、陽介になんかいろいろ買ってあげないといけないし、バイト超やりたい。特製コロッケください。ああ、そうですか。雨の日に来いと。そういうわけですね。じゃあビーフテキコロッケください。角切り肉か何かが、そうじゃないかもしれないよ、ちょっと。いや、じゃあとりあえず1個買っときます。はい、でいいかな。ちょっと見よ。強くない。
150円って言ったよね。え、ちょっと待って、ここでじゃあ、いや、あの、串もください。いや、お金の使い方めっちゃ荒いですね、この主人公さんは。俺か、めっちゃ強いんだけど。値段的にもなんかお安いですね。なんかデメリットとかありそうな気がするんだけど。さすがにこれだけ高いっていうのもね、ないかもって思うんだけど、とりあえず話しながら。わあ、これはもちろん胡椒白菜ネオを買います。当たりとかあるんだ。へえ。ボンジュース買います。うわあ、なるほど。じゃあちょっと最後はこれにちょっと全財産にちょっと、うん、全財産、うん、全財、やそ全財を手に入れた。うわあ、なるほど。SP 回復か、なるほどね。じゃあストロン買った方がいい感じかな。うん、覚えときましょう。で、あ、向かいまーす。音楽がいいね。しかし、いやいや、おまたおまた。制服、日曜だからちょっと目立つな。もうじきタイムセール終わるから人も少なくなるはずだ。そろそろ行くか。行きましょう。里中、やっぱりお前行くからね。うん、もう一緒に来た方が案外安全かもよ。それに絶対無理すんなよ。何やってんだお前。何やってんだろうね、あれ。ぐる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 ドッカーンってやってるんですかね。見てわからんクマ、いろいろ考え事してるクマ。なるほど、わからん。